屋上から男が飛び降りようとしている。下にはヤジ馬がたくさん集まって、みんな固唾を飲んでる。けたたましいパトカーのサイレン、ピーポーピーポー救急車。はしご車は限界まで伸ばすけれど、まるで届かない。男に一体何があったんだろう。借金でもしたか、女にでも振られたか。時が経てば忘れられることだってあるってのに。刑事らしき人が説得している。野獣馬はさらに集まって、まるで夏祭りみたいだ。上空では何機ものヘリコプター、あふれかえるテレビの中継車。レポーターがおばさんにインタビューをしている。危ないわねなんて言いながら、どうしたのかしらねなんて言いながら、少し髪を直したりして、テレビに出るのがちょっと嬉しそう。自分なのかもしれない。君が思っている君よりも、きっと僕の方が君を知っているように。君は僕のことを前に優しい人だなんて言ったけれど、池で溺れてる犬を僕は飛び込んでまでは助けない。男に一体何があったんだろう。酒でも飲みすぎたか、それとももう全てに疲れたか。時が経てば忘れられることだってあるってのに。屋上ではまだ男を刑事が説得している。あいつはスマホのカメラでうまく撮れたかどうかのチェック。テレビはどの番組も生中継。男の父親にどうですかなんて聞いてる。男はしゃがみ込んでどうやら泣き出してるみたいだ。刑事が男の肩を抱いて、男は飛び降りるのをやめた。その時僕の携帯にお米送ったわよって母の声。男に一体何があったんだろう。過去が辛いのか、もう笑うことも忘れたか。何も手にしなかったか、それとも全てをやり尽くしたか。傷つきすぎたのか。